SDKFZ-250 とは、第二次世界大戦中のドイツ国防軍の、軽装甲兵員輸送車の正式番号である。1トンハーフトラックをベースに、オートバイ兵大隊,隊の装備を強化するために、開発された。ドイツ語では、ライスターシュート戦パンツァーワゴンと表記される。また、ル s p w と略される。ディマグ社による、開発製造。他に、 アドラー社とビュッシンクナグ社、MWC 社がハーフトラックシャーシの製造を行い、走行車体の製造はビスマルクヒュッテ社、ドイッチュ成功所、ボルディヒュッテ成功所、ビツコビッツ社が担当している。1941年3月から1943年9月まで生産された A 型と形状を簡略化して1943年9月から、 終戦まで生産が続けられた B 型に分かれる。以前は戦後の研究者によりアルテと呼ばれていた A 型が4250両ノイと呼ばれていた B 型が2378両の総計6628両ほど作られた。3トンハーフトラックがベースである中型走行兵移入奏車 SDKFZ251 に比べると 同じエンジンでより小型軽量なため機動性に勝る。しかし前輪に動力がないため東部戦線の泥沼化した道ではまともに起動できなくなり、最悪向きを変えバック状態で前進せねばならず、また、重火器に対する防御力も不足しており、装甲部隊や突撃砲部隊の指揮用、偵察用としては撃破されやすく、前線での評判は良くない。 このため突撃砲部隊では指揮官用として SDKFZ253 や s d k f z 2 5 5に代わって突撃砲が用いられるようになり、偵察、連絡用としてはもっと小型で軽快なキューベルワーゲンが使われることが多くなった。また、アメリカ軍のハーフトラック M2、M3 などに比べると、性能の割に複雑効果すぎるのは否めない。 日本の模型マニアやイギリスの実写マニアにはデマーグと呼ばれることもあるが、これは1トンハーフトラックや本社を生産した製造会社名に由来する。タミヤの259のキットの商品名でもある。当初は、兵員4名を輸送可能な軽装甲兵員輸送車として、装甲偵察部隊を中心に使用された。様々な派生型が作られた。 マイバッハ製 VG102128H 版自動変速機が使用され全身7段更新3段とドイツ軍走行車両の特徴である非常に段数の多い変速機を搭載していた。これはドイツ軍の車両全般に共通した仕様でエンジンのトルクが薄く回転数が高いため一つの変速比で出すことができる速度領域が狭くなっているためである。 アメリカやソビエトの装甲車などは4段から5段で同じ速度を出していた。1944年の西部戦線における装甲版の構成が簡略化された SDKFZ-250B 型ロンメルが登場した無線式車グライフ1942年北アフリカ戦線 SDKFZ-25010ABCP チェンバレン H ドイル 月刊モデルグラフィック別冊、ジャーマンタンクス大日本絵画。ありがとうございます。